サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC の代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューをしていく番組となっております。では本日もよろしくお願いいたします。はい、今日も前回同様吉田さんにお越しいただいてまたお話を伺いたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ高橋、今日のテーマは、はい、本日のテーマはですね、うん、全国大会初出場ながら準優勝の快挙、準優勝に導いた指導法とは。なるほどね。そんな僕らの年代の厳しい指導をやってましたっていうのがベースですね、吉村さん。そうです、そうです。でもこれすごいですね。2003年、4年、まあ確かに古い話にはなりますけれども、うんうん、17、18年前。そうです、18年前ですね。18年前ですか、はい、これ手元にたまたまその2回戦3回戦っていろいろあるんですけど、18年前ってことは、うん、本当に今の冗談っぽく言ったバリバリの頃じゃないですか、吉田さんが。そうですね、まあ40半ば、後半44かな5か、ね、はあ、ってことはもういわゆる鬼の吉浦という。でも16年経ってましたよ、その時には。あ、そうか。いや、でも今の高校サッカーの、うん、その今回の優勝した青森山田にしても、うん、まあ、やっぱ40後半から50ぐらいの人がベテランでブイブイ言わせてるじゃないですか、ねえ。確かにその初出場ということだったんですけど、やっぱりこの時でも福岡は、東福岡が強かったんですかね。強かったですね。ああ、芝先生、ね、芝先生を倒すのにいけいけっていう時代ですかね。まあ、あの人を倒さないと全国いけませんからね。ああ、そうするとこの2003年4年で、今さっきの話で言った40の半ばっていうことはもう十数年こうやってこられたっていうことですかね、監督として。そうです、そうです、そうです。じゃあそうするとこう月をこうの監督をやられてここに行き着くまで、うん、こう思い振り返ってもらってですね、はい、どういう指導、まあ、理念というか、ちょっとお教えいただけるんですか。まあ、言ってきたことは、まあ、あの当時でワンタッチかツータッチでプレーをしろというのは、あの当時から言ってましたね。ああ、やっぱりシンプルイザベストではないけれども、はい、やっぱその、勝ち上がっていくためのこう手法としては、その手数を少なくしてっていうようなイメージですか、そのワンタッチ、ツータッチっていうのは。そうです、そうです、そうです。それで早いって攻撃するということですね、しっかり守って。ということはやっぱりその、今もまた縦に速くなってはいるんですけども、うんうん、ね、ちょっと前はバルサの影響もあってビルドアップをこう、ね、ポゼッションしてっていう、はいはい、いうのがあったけども、それのちょっと前ぐらいの話じゃないですか、ある意味で、はい、そうじゃやっぱりその縦にこう早く持っていきたいっていうようなことをこうやっていた、はい、だからということはバックパスなんかあんまりさせなかったみたいな時代ですかね。ほとんどさせなかったですね。いや、まあ、したら怒ってましたね、多分。なるほどね。でも、それ理にかなってますもんね、基本的に。いや、それがやっぱりですね、東をやっつけるにはそれしかないんですよ。なるほどな。時間かけたら絶対に守られるんですよ。なるほどね。はい、いや、これたまたま今日のテーマはその全国で出て、その準優勝っていうテーマでやってますけども、その行く前に東福岡を倒さなくちゃいけないっていうテーマが大きなテーマありますもんね。福岡で一番にならないとダメですからね。その時は結局は東福岡をと直接倒してチャンピオンになったんですか。そうです、東とは準決勝で当たったんですよ。あ、
準決勝で東福岡と、はい、それで 1-0 で勝って、なるほど、で決勝が、決勝は柳川っていうところだったんですけど、あ、柳川、まあ、柳川高校っていうところですね。お、大分、大分にもなんかありそうな気がするけど、大分は柳ヶ浦ですね、あれは。あ、あれは柳ヶ浦か。すいません、すいません。あ、じゃあそこはまあフロックに近いっていうか、そのね、今その柳川高校だ、しょっちゅう聞くような名前じゃないっていうことは、はい、うん、でもこう事実上の決勝戦を準決勝でやったっていうことですね。そう、そうですね。それでよかったですね、負けんくて決勝でね。本当ですよ、負けた、よくありがちな話ですもんね。力出し切っちゃっていってね。それでその時に本当に、はい、負けそうだったんですよ。負けそうだったんですか。東に勝ったもんでいけたと思ってるんですよね、子供。あ、まあそうなるんですよね。ああ、それである一人の子がですね、それを気づいてみんなに連絡してようやく勝てたという、うん、いやでもやっぱりそこってそのやっぱメンタルのところってそういうのってあって、事前に気がついた、気がつかなかったら負けてから、あの時こうだったねって話になるわけですか。そうです、そうです。まあまあまあ、そこがやっぱりちょっとこうベテランの監督さんがまあね、初めて1年か2年じゃないっていうところにまあ一日の長はあったかなっていう気がし、でもここね、桐蔭、丸岡、岐阜工業、果実に、国見に最後負けとるんですけど、決勝で、うん、こう そこそこって言ったらまあ名門チームばっか破ってますよね、これ。そうですよ、これはね。え、本当にあの最初の桐蔭だけは勝とうという話で、この時の桐蔭ってまさかリーさんがやっとったわけじゃないですかね。違うか、違うと思います。リーさんじゃなかったと思います。ああ、そうかそうか。リーさんもうちょっと後かもしれないですね。あ、でもリーさん結構桐蔭長かったもんね。長かったでしょ。ねえ、だからこれ丸岡って今も丸岡だもんね、福井は。そうです、そうです、そうです。あ、すごい。でも面白かったのがですね、はい、あの桐蔭の時に、はい、まあもう前半で決めてしまうというやつで、うん、100% この桐蔭には勝てる、もう私が自信がありましたんで。ああ、なるほどね。まあ、1回戦、それは根拠のある自信ですか、根拠のない自信。根拠のある自信で全部、あ、まあ、全部。でもそれは素晴らしいですね。全部予選のビデオをもらえたんですよ。あ、なるほど。まあ、それで全て研究して、うん、これはもう絶対で。でもやっぱりあれですね、その18年も前の話なんですけども、やっぱりその戦略というか、そういうビデオ分析もきちっとやられてるっていうことについて、やっぱ高校サッカーの発展性はそういうところの緻密なところにもあるんでしょうね。ね、うん、昔はイケイケどんどんでやってたね、だから我々ジュニアユースでさえもビデオくださいってやってますもん。うん。あ、まあ、高校サッカーだったら決勝戦ぐらいはね、あの見られますから、うん、あれですけども、もうちょっとこう欲しいですもんね、そういう意味ではね。ね、まあでもですね、うん、もう私の夢やったのがその国立競技場を子どもたちに歩かしたいっていうのが、もうそれが全てですよね、ことの始まり。なるほどね、うん、あの当時もベスト4、準決決勝が国立ですか。そうです、そうです。あ、そうだよな、国立競技場って僕ら国際試合に1回か2回見に行ったことありますけど、ピッチに立つなんてね、まあ、自分自身はやったことあるんですよ、あの天皇杯とかいろんな部分で。ああ、そうかそうか。子供たちでも子供たちはね、うん、僕らなんかやったことないし、僕らがたまにあの冗談っぽく国立でやったことあるから、西ヶ丘も国立ですからね。ですね。オチは西ヶ丘も国立だぞって言って子供たちに、いや監督は国立でやったことあるんで、やったことあるんですかみたいになって、いや西ヶ丘という国立なんだけど。ねえ、あそこも一応国立ですもんね。そうです。まあ、あそこはもう私が一番好きなグラウンドで、あの、ね、大学に関東リーグ全部あそこでしたから。あ、そうかそうか。でも我々の時代ってそういう競技場に憧れを持ったり、西ヶ丘であのこう
更衣室から風呂に入ったら隣の相手チームのも一緒に風呂に入れたなんて、あれもねちょっと衝撃的だった。社会人になって初めてね JSL でやった時もそういうふうに思ったんですけど、で今の子ってそういうのってまああるんでしょうけども、ちょっとこうね明確なものないかもしれないですね。埼玉でやりたいとか言ってちょっと ランクが違いますもんね。でもあれですね、やっぱこう初出場で、うん、その勝ち上がってる時のその空気感って、その思い出してみてどうでしたか、勢いとかってやっぱあったんですか。全然俺が 言ったことあんまりないですよ。もうそのままやれっていう、もう勢いですよね、高校生の。あ、もう、もう負けることはないですね。あ、みんながですね、そういうふうになるんですね、ああいう時って。だから僕はね、今大学やり始めてよくこのカウンセラー高橋たちにも言ってきたんですけど、サッカーってメンタルスポーツだってよくこう例えて言うんですけども、うん、やっぱりそういうこう気持ちが乗ったりとか勢いっていう単純な言葉で言っちゃうんですけども、やっぱそこは高校サッカーやられてる人によく聞くとあるんですね、やっぱ。なんとあります、ね。ましてやそのノックダウンだから。はい。で、準決勝までそのまま勢いでいけたんですよ。うん。で、決勝だけ、ちょうどその時が成人の日が決勝じゃないですか。あ、1月15日。はい。1週間ぐらい空いてたんですよ。ああ、はいはいはい。それで、もう帰ったら終わりっていうのは分かってたんですけど、はい。帰らざるを得なかったですね。1週間もね、お金ないしね。はい。で、国にはそのまま前の年にそれを経験してて、帰らなかった。ああ。それで、06ぐらいだったですね。その時はまだ、まだっていうか、小峰先生ですよね。もちろんです。まあね、まあ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 、まあ、実績と経験にこう裏付けがあって、そうですね。ね。あれだけのこう人ですから。したたかに、そういうことまで。まあそうすると皆さんのそういうこう失敗も成功もいろんな情報を集められた方たちが今同じようなこう経験をこう積んで、うん、試合に臨んどるという、ノックダウンって結局そこに大きな要素があるっていうことですかね。そうですね。うん、そうですね。俺このトーナメントが高校の一番いいとこで、うん、今リーグ戦部門時代になってるじゃないですか、はいはいはい、ではリーグ戦ワールドカップもそうですけど、俺こんな間のオリンピックもそうですけど、リーグ戦は勝ち上がれるんですよ、うん、でも一発トーナメントに弱いんですよ、交代連が少ないから。僕はこの高橋、はい、ここがこの年代の良さなんだよ。僕はね今の若い人たちの前であまり大きい声で言えないですけど、尾崎さんってサッカー教えてきたのなんていうようなことをこう僕の教え子がたまに言うわけですよ、はいはいはい、だけどノックダウン方式の尾崎って言ったら結構勝たせてきたぞみたいな、ね、やっぱそこにやっぱりその妙があるじゃないですか、はい、そのさっき言った一発勝負って言ってトーナメントで負けたらもうおしまいなわけですよね。こう僕らのジュニアユースで全国大会クラブユースも高円も含めると10回出てるんですよ。結構な数出てるんですよね、うん、でも県大会に行く前からその地区予選みたいなのが当時はあったわけですよ、うん、土のグラウンドでマウンドのあるようなグラウンドで、ね、そうそう12番目の敵がマウンドだったっていう1回戦をね勝ち上がらないといけないわけですよ。今みたいに芝生のグラウンドではないわけですから、そうそうやっぱりそこの中にいろんな知恵と、まあ、そういうことですよね、基本的にはね、まあ、リーグ戦ったら計算もしながらいろいろ考えてやれる部分あるけども、一発勝負いったらね、その時のグラウンドだ、風だ、雨だ、それも全部こうね、いやーなんか分かるような気がするね、吉田さん、それ。だから勝負弱いじゃないですか、今の子って。昔のが勝負強かったですよね。まあね。うん、
で今一人勝負強いのは大迫だけですよ、私認めてるのは。ああ、なるほど。入れますからね、やっぱ点数を。ああ。もうあの高校1年生の時からずっとあの城西の監督と見てたんですよ、私も。ああ、国保さん。はい、そうです。こいつをどうやって育てようかっていうやつでですね。ああ、なるほどね。そこまでなりましたね、しかし。ね、確かにあの大迫君の話を聞くと、やっぱその高校の時からいろんな意味でこう抜けてたっていう話も聞きますもんね、いろんなことが。ああ、そうかそうか。その当時、うちも一番いいセンターバックで、ムタっていうのがいたんですよ。はい。今、どこでやってるんですか、今、青森かどっかでやってますかね。おうん、それがぴったりついてても、何の抵抗もなく入れますもんね、点数。ああ、なるほどね。だからそういう部分では、フォワードとしても勝負強さがあったんですね。はい、はい、ちょうど僕が大迫が、選手権で青森山田に3-0ぐらいか4-1ぐらいかでなんか勝った時にうちの選手が山田におったんですけど、はい、いやこいつすげえなって思ったのが初めてだったんで、で今の監督さんの新田君にこうがまだ若かりし頃大学出たてのコーチになりたての時に大迫と練習やったらもうこれは勝てませんみたいな、そういう俗に化け物だったっていう話もね。でもまあ今日の話でいくと、そういう勝負強さ、個人の勝負強さ、チームの勝負強さ、ね、そこの根底はやっぱりノックダウン方式で鍛えられてきた部分はありますね、絶対に。その通り、それじゃないと鍛えられないと思います。そうだよね、選手権とかはやっぱりノックダウンだから、そこであのこうあれっていう負け方しますもんね。まあでもまたここにね、いろいろ九州、福岡、ね、筑豊学園っていうのも僕のノートの中に入りましたんで、今後ともよろしくお願いします。ということで今日はあの準優勝へのエピソードを聞きましたんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。